どうもシャーペンです。今回はもう6年以上モンスターサービスを継続してまして、今年で7周年と、そう考えたらすごいですね。今の人気はまだいけるんかっていう、あと7は本当にすごい感じがするんで楽しみ。まだ早いですけど、でこの6年以上の中でも毎日開催されていたのがガチャですね。もう本当にいろいろやってまして、まあメインではないですけども、一つの大きな楽しみというのは変わらないですね。でもその中でもこれまで開催された中でもすごすぎたガチャですね。いろんな意味でやばかったっていう最強のガチャがいくつかあるんで、それを紹介していこうと思います。もしも今すぐ明日やるってなったら飛び跳ねるぐらい喜んじゃうやつですね。一つ目、爆絶感謝マルチガチャ。まあ、この爆絶感謝ガチャはまず3周年から始まりまして、まあ、最初はその属性を選んで、その属性から5体ポン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 とキャラが排出されて、そのうち1体を選べるっていう、まあ、これでも結構すごいガチャだったんですけども、まあ、これがその年を重ねるにつれてだんだんと進化していきまして、5周年からこれがマルチになったと。でマルチをすると最大4人で引けばそれぞれ引いたやつもらえるんで、4体星6キャラをこれで入手できることができましたし、しかも無料っていう、配布される虹玉で引けるんで、まあ、ただで星6キャラ4体っていう、かなり周年にふさわしい超豪華なガチャですね。で限定キャラも対象になってますし、属性も選択できるんで、自分が欲しいキャラ出る確率も相当上がってますからね。これほんと毎回周年でやってて感覚麻痺しますけども、ゆくゆく考えたらおかしいガチャだなと思いますね。まあ、7周年以降の進化も楽しみでございます。2つ目、アゲインガチャ。まあ、これ一番衝撃ですね。6周年のカウントダウンイベントで開催されたものでして、これもオーブの使用はなし、配布されたアゲ玉っていう、もう完全にうどんですけど、まあ、これで1回引けまして、内容としてはその10連ガチャがどんどん継続していくっていうものでして、最低保証として30連が確約されてましたね。必ず30連まで続いて、しかも最後の10連は限定キャラ確定っていう、普通にもうすでに30連と限定キャラもらえるだけで結構すごいのに、しかも運がいいとこれが継続していって最大100連っていう、おかしいですよね。もちろんこれもさっきと一緒で限定キャラ対象でして、運が良ければもう10体20体とかのキャラが手に入りましたからね。まあ、運が悪くても限定キャラ1体出るんで、それだけでも結構美味しいガチャだなと思いますね。いやこれほんと強力すぎて、やっぱり2回目以降の開催はほぼないかなと思いますね。これからも多分ない気がする。6周年カウントダウンはほんとおかしかったんで楽しかったです。で3つ目がストライカーズコレクション。これは遡りますね。これ最近ではなく2016年6月頃に開催されたモンスト中の人ツイッター合計フォロワー数100万人記念キャンペーンの1個として開催ですね。これは人気投票ガチャみたいな感じで、ユーザーから投票を募って上位16体を決定して、その16体の確率がアップで、さらに1位から4位、これで言うとダルタニアン、ラファエル、アーサー、ミカエルはさらにアップしてるんで、かなり狙うチャンスだったと言えますね。まあいわゆるその人気投票ガチャをオーブを使用して何回でも引けるよみたいなもんなんで、まあ星4、5出ますけども、まあ、そういうその当時の強キャラ、通常限定キャラ入り乱れてるんで、まあかなりチャンスなガチャだと言えますね。だって今で言うこれですもん。この16体が一気に狙えるってことですからね。まあ多分これもうやんないでしょうね。人気投票ガチャってやってますし、もうそれ受け継がれたと思うんで、伝説と化してますね。4つ目が復刻ガチャ公式70万人記念。これ2018年1月頃開催で、まあ当時はそんなにすごくはなかったんですけども、これ今考えるとやばかったなってものですね。まあこの頃まで重心化するとは到底思わなかった。まあしかもあんな強くなるなんてっていうのは。夏アルファ、ハロウィンアルファが同時に狙えるっていう、すごいですね。この今考えると。まあ排出率はお察しですけども、まあ理想というか、まあ、今開催されたら結構引く人いるんじゃないかなと思いますね。僕も引きます。で最後5つ目、これ最強ですね。運がいい時。これはね、何のイベントも叶わないですね。どんなイベントでも自分の運がめちゃくちゃいいと、もう単発で欲しいキャラドンと出たり、10連で何万円だけしたりとか、これに関しては何にも叶わないんで、これが1位です。はい、というわけですごかったガチャを紹介していきました。やっぱ年を経つにつれて豪華になっていくんで、最近多いですけども、昔のこのストライカーズコレクションとかも入ってきましたね。これからもいろんなガチャが開催されると思いますけども、これを超えるガチャは現れるのでしょうか。その辺も期待して楽しんでいこうと思います。よかったらコメントなんか皆さんの、まあ、このすごかったガチャを引いた結果の思い出語り、まあ、自分語りですね、まあ、やら、まあ、これ以外のすごかったガチャとかありましたらどんどん書いていただけると嬉しいです。あとついでチャンネル登録もしていただけると、こんな感じで毎日もその動画投稿してるんで、よかったら登録していただけると、これから頑張っていくんでどうかよろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。さよならガチャ。